どうしよう。でも、サキちゃんのために。え？あ、宮所の女の子が来てるって話してる人いたから、どうせまた M かと思って来たけど。え？草薙さん、よかった。あの、お願いがあるんです。お願い？はい、私司さんに会いたいんです。でも勝手に中には入れないから困ってて。うん、やっぱり勝手に入っちゃダメっていうのが普通だよね。え？ここだけの話、先生にさえ見つからなければ結構平気だよ。 M なんて何度も勝手に入ってきてるし。そうなんですね。まあ、M のことは置いておいて、司に何の用事？それが、あいつが妹と喧嘩か。はい。わかった。ありがとうございます。よかった。あ、サキちゃんからメッセージ？どうしたのかな？アナちゃん、委員会終わった？終わってたら一緒にうち行こうよ。なんて返そう。委員会を欠席して司さんに会いに来てるとは言えないし、よくないけど。ごめん。まだ委員会の仕事が終わらないから先に行ってて。はぁ、あ。今度学校に行った時に謝ろう。ほなみー、さっきは無事なのか。ほなみがわざわざここまで来たということは、先に何かあったんだろう。確かにサキちゃんのことなんですけど、サキちゃんの気持ちを伝えなくちゃ。仲直りしてもらうために。